Hi, how are you? It's me, Sanae. Welcome back to my channel. さあ、今日はですね、あなたのお子さんの未来、自分の子供の未来、英語との未来って描けてますかっていうお話をしていこうと思います。英語が話せるようになってほしい。その思いは皆さん、もうすごくあると思います。ただ、そこにフォーカスをするのではなくて、行く先ですね、もっともっと先の未来のことに目を向けていくと、例えば高校生になって普通に英会話を通して海外の同じ同世代の人たちとディベートをしていてほしいとか、大学生になって、留学をするチャンスが訪れた時に普通に行って、そこの行くだけじゃなくて、その1年間を、どれだけ充実させられるかとか、例えば大学入試で、私は絵本を読むっていうことを専門にしてますから、長文読解って必ず出ますよね。もういつの時代も出るっていうぐらい出ると思うので、それをバーッとすごいスピードで一つずつこう意味を取るんじゃなくて読んでいって、その問いに答える。でこれからはそれの文章に対しての自分の考えだったり思いだったりっていうのを、表現していく力がきっと求められていく時代なので、それを、英語で伝えるとか、文章を起こすとか、書くとかですね、そういうことができるようになってほしいとか、具体的に、どれぐらいこう見据えているというか、イメージできていますか、っていう問いですね。でこれなんで重要かっていうと、もしじゃあ例えば、大学に行ってSorry, 留学先で、本当に充実したキャンパスライフを、歩んでほしいみたいなのがもしあるのであれば、そこに行き着くまでの時間と、やることっていうのを、逆算できるわけなので、それを逆算して、じゃあどれぐらいの年齢でどういうことが必要なのでっていうのをやっていく必要があると思うんですよね。でそれをやっていかないと実現って難しいと思うんですよ。でなんとなしにじゃあオンラインレッスン、ちょっと安価なオンラインレッスンをたくさんたくさんやって、本当に英語に触れる機会をたくさん、取りました、だったとしても、そこでどれだけ内容の濃いものが学べるのかな、身につけれるのかなってちょっと想像した時に、やっぱり自分の子供の中に、自分の中に、たくさんの語彙力だったりとか、文法の力っていうのが、どんな形でもいいので入っていないと出しようがないので、まずはたくさん体の中に英語が染み渡ってないといけないって思うんですよね。なので英語の絵本を発音よく読めるようになって、しかもその絵本を読むっていうことを楽しんでほしい。そして楽しむことイコールたくさん英語の単語だったり、英語の文法だったり、英語のリズムだったり、いろんな、もうこの英語の感覚的なもの全てが、入ってくる、吸収する。絵本を読むたびに、なんかチャリンじゃないけど、ポンポンって入ってくるって感じですね。経験が入ってくるんです。読むたびに入ってくる、読むたびに入ってくる。すごくないですかこれって。はい、めちゃくちゃすごいと私は思っていて、絵本めちゃくちゃすごいですよ。はい、なのでこれね、もうぜひ本当にやってほしいと思ってるんですよね。なので英語絵本をね、普通に読めるように
楽しめるように日本語の本と同じような感覚で、読み進めていけるように、幼少期の間になってほしいっていうのが私の願いなんですね。なので、まあ、いろんなやり方あると思います。いろんな先生がいらっしゃっていろんなやり方があると思います。あなたのお子さんの未来を見据えてそれを逆算して、そして、何が必要なのかな、どこの教室にお世話になった方がいいのかなとか、ご家庭でできるのかなとか、そういうまず、道をですね、ちょっと整備するところからやってみてはいかがでしょうか。さあ、何かヒントとか気づきになりましたらすごく嬉しいです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching this video. See you next time. Bye.